やー、福コロで9万も増えたのか。カズオ頼む、カズオ頼む、カズオ。月曜日なんですが、今日もまあ遊びですけど、地方競馬で今日は競馬のね、まあ、馬を見る練習をしていこうと思います。さあ出勤していきましょう。よし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 、11そのままそのまま、よし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 、残せ、よし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 、よかった。11、7、12台3レースが終わりました。上位3頭11番4コーナーカーブへ、後ろ離れて追っつけながら11番のピアージュ、さらに後ろの圏内から来るのは6番のダバイポセイドン。2コーナーから直線前広がってきて、9番のミコマスケン先頭ですが、ファンタン10番のアットブルーアイ、そして4番のアイディンエースを追ってくる。200を通過、
さらに外目に一番手に上がってくる4番が ITS、 3番手争い混戦、3番のダバイポセイドン、3番手に上がったように12-7、そのまま3-3-3-3、ほぼそのまま、ほぼそのまま、7踏ん張れ、7、何あれ、11、うわ、3伸びろ、1-1、7飛べ、バリバラ上司、故障した、最悪や。あー辛い、もう粗食です。ひじきと豆腐ともずくですね。まったくもう、今日はもう一日雨みたいなので、車内で作業デーにします。今日はもうあいにくの雨で一歩もね出られないので、車内でひたすらパソコンワークをしています。でちょっとね、はい、富士タイヤのあんまきですね、この皮が好きで、でコメント欄でチーズがねちょっといいんじゃないかっていうコメントをいただいたんで、今回チーズトライしてみました。だいたい1個210円から250円ですね。思ったよりそんなチーズ強くないな。あ、意外と合うな。確かにうめえ、皮がうめえんだよ。動画編集やるか。そこねコインシャワーがあるサービスエリアなので、まあ、シャワー夜適当に浴びて明日移動ですね。もうのんびりしよう。今日はひたすら働くわ。もう今日は節約飯です。北海道のですね
いやー、北海道はあの頃は良かったな。辛いことしかねえな。ほんまに孤独で金が減って雨の中寒い車内でレトルトカレーを食べる。まあでもホッキカレーは美味しいから。いやー、北海道の思い出にしたろ。からいただきます。いや、北海道、北海道、苫小牧。いや、これなのよ。食感ゴムゴムの実みたいな。ゴムゴムの実はちょっとわかんない、食べたことないけど。コリコリした食感がね、これがうまいんだよ、ホッキー。は懐かしい、うめー。ホッキー一枚あれば、生きているからラッキーだ。やったやった。阪神競馬場へ向けてですね、今三重県から阪神の方へ移動していこうと思います。ちょっと今そこの大津サービスエリアを見てきたんですけど、いや、なんかめっちゃドライバーズスポットっていうところがすげえ良くて、で電源もあったんで、もうそこでなんかみんなパソコンとか作業してたんで、ちょっと僕も今日はそこで作業デーにしようかなと思います。いや、こういうね、もうなんかサービスエリア車上生活者ですね。今日はもう琵琶湖を見ながらゆっくりサービスエリアで一日を過ごします。いや、こんな働き方もできるんですね。もう今からね、週末の競馬に向けてひたすら車中で競馬をしていきます。おはようございます。こちらもシャワーがあるサービスエリアなので、実際にちょっと試してみようと思います。10分300円か、ちょっと値上げしてみます。で、立東のトレーニングセンター、まあ、馬がいる施設ですね、が多分そっちら辺ですね。立東トレセンを、まあ、上から見るというね、まあ、車中泊の回も実はあるので、
ぜひね、そちら滋賀県の回もご覧いただければ嬉しいです。大津サービスエリア、ここはもう殿堂入りですね。もうシャワーもコインランドリーもあるし、でコワーキングスペースすらあるというね。しかも電源と Wi-Fi も完備というね。もう1日入れるわという、いや最高ですね。で琵琶湖の景色も見れて、でフードコートもねかなり充実していて居心地のいい場所でした。はい、こちら兵庫県の妙見山という山寺に来ました。でね、あのただの、ね、山に私競馬ナイフが来たわけはありません。はい、こちらはですね、あのなんと馬の銅像がめちゃくちゃあるらしいんですよ。あの馬って今ね、皆さん絵馬ってあの願い事するときに書くと思うんですけど、あの絵馬っていうのが実はもともと昔は普通に本当の馬を神様に捧げていたんですよね。で毎回毎回その本当の馬をね捧げて生贄にしてたら大変だということで、代わりに馬の絵を描いた、まあ、絵馬でも願いが届くんじゃないかというとこから絵馬って生まれてるんですよ。でここのかなりねその馬文化があったみたいで、それで馬の銅像がなんかめちゃくちゃあると、馬がいるところ、馬にまつわるスポット、これをね全部回っていくのが競馬ライフの使命ですから、実際リサーチしていきたいと思います。ちなみに来場者は僕しかいません。大丈夫か。山の上でちょっと寒いです。馬の銅像が全部で8体もあるみたいなんで、まあ、それをねちょっと全部ドラゴンボールみたいな感じで見ていきたいと思います。早速発見、いましたね。あ、2体、え、3体もうめっちゃおるやん。もうめっちゃおるで、2体目で、割とちゃんと蹄とかもいいバランスになっていて、で、何ガーゼなんかついてますね。これが神馬、神の馬と書いて神馬ですね。で、3、4体おる。カスケードみたいになってる。お馬さんもお家に持って帰って飾っといてくださいね。はい、はいはい、来た5体目。これか新芽、これですね、新芽。すげえコンパクトに収まってる。すげえ、ちょっとこういう馬の銅像は初めて見ましたね。いやー、いいですね、山の中をのんびりと。いやー、こういうのがニートの醍醐味ですね。いやー、気持ちいい。だからもう 1,2,3,4,5,6,7、 あと1体ですね。あと1体が全然おらん。7体しかおらん。この辺っぽいんだけどな、地図的にはこの辺っぽいんだけどな。いたわ。いや、これは分からんわ。これだけめちゃくちゃミニマムやな。8体コンプリート。こちらですね、これだけすげえいいですね、オブジェ。最後の新芽にご縁を託したいと思います。こっくりさんみたいになってる。いや、会えてよかった。8体制覇。いや、いいな、これはスタンプラリーみたいな感じで神社を回るのに、いや、これはちょっといい工夫かもしれないですね。いや、新芽8体制覇です。あ、で、ここで大阪と兵庫の県境。すげえな、ここ県境だったんだ。じゃあ兵庫県お邪魔します。無事に馬に会えて幸せです。はい、妙見山の馬みくじで、はい、こんな感じで馬の置物も手に入るということで、いや、馬ファンとしてはね一石二鳥ですね。これも飾っておきたいと思います。こんだけお祈りしたんで
やなんとかいい運をください。どうなの？ドン！あれ、あ、なんとか吉とかないの？願い事、遅いが後に叶う。あ、やっぱだからキャンピングカーチャレンジはもうちょい後ってことなんですね。なるほど。でも叶うわけですね。これいいね。じゃあこの辺置いとこうか。じゃあこれからね、うまみくじと一緒に旅をしていこうと思います。ちょっとここね、車中泊しようと思えばトイレもあってできるんですけど、いかんせん電波が、ちょっと今日の宿泊地を検討します。いやー、妙見山楽しかったです。かなり山の奥ですね。狭い山道とかもね、スイスイ行けるんで、これが軽キャンのいいとこですよね。今週も競馬予想の時間が来ました。今週は土日と阪神競馬場へ繰り出していきます。2代目キャンピングカー、夢のキャンピングカーチャレンジへ向けてですね、今から競馬を一生懸命やっていきます。で、現在のチャンネル登録者数をまた1日の軍資金にしていきますんで、もう7万人近くになってきたので、いや、ちょっといよいよ結構な額になってきたということで、まあ、ただですね、ちょっと今週はまだね、前回の反省を踏まえて、まあ、副賞転がしをやろうかなと思っていますんで、まあ、今からまた1日36レース、2日で72レース、全レース予想していくんですけど、まあ、硬いと思う馬をね、もうこの中から全部ピックアップして見定めていこうと思います。今週雨だったんで結構電気が心配だったんですが、今屋根にね、ソーラー発電がついてます。で、今日晴れてるんでなんとか回復はしてきて、まあ、なんとかね、あのソーラー発電をして、もう電気代も0円というね、もう自給自足生活をしています。これからまたね、あのパソコン、そしてモニター、タブレットと、もう電気を消費するものしかないので、まあ、かなり心配ではあるんですけどね。今から集中して、じゃあ競馬予想していこうと思います。週はめっちゃ手応えがあるぞめっちゃスムーズにいった。あ、でも土曜日がちょっと仕事で馬券が存分に買えないんで、一日ちょっとロケの仕事があるんで、はい、もう夜中なんですが、車内はね、暖房のおかげでもう 18.6 度です。もう外は2度とかなんでめっちゃ寒いですけど、キャンピングカー最強です。あ、今日もじゃあディープインパクトと一緒に寝ますか。
わあ、やっと終わった。疲れた。寒っ。ホタテン 9% しかないし。飯食いこ飯。チキンを食いたいんや。チキンを名物の。今週も週末が来ました。で、今回はですね、もう先週の自分の信念を忘れません。副賞転がしをやっていこうと思います。まあ、ただちょっと明日は一日競馬番組のちょっとお仕事をいただいていて、一日ロケなんですよね。なのでちょっともしかしたら副賞転がしっていうのが当たったお金をまた次のレースにそのまんまかけていく、でそのレースも当たったらまた次のレースにかけていくという感じで、どん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 当たったやつを次のレースに回していくっていう、まあ転がしていくっていうことなんですよ。なので当たったらすぐ換金して、またすぐ次を買わないといけないっていう作業が必要なんですけど、ちょっと明日その時間がねあるか微妙っちゃ微妙なので、で今回もですね、現在のチャンネル登録者数を競馬の軍資金にしていきます。はい、現在は 69,600 人の方にご登録いただいております。本当に皆さんありがとうございます。皆様の1登録が1円の力になっています。今回の軍資金はこちら、6万と9000、そして600円と、まあ、副賞にだからこれ1点いくだけでも結構な金額に行きます。だお金が大きければ大きいほど副賞転がしはやる意味があるってことにやっと気づいた。明日はちょっとこのお金を元に転がしていこうと思います。明日はこの7レースですね、まあ、1レース目にまず6万9600円をかけます。そしたら最低 1.1 倍なので 76,560 円になります。で、この当たったお金をそのまま次のレースにかけていくと、76,500 円を次のレースにもかけていく。中京4レースにかけると、もう 99,450 円。で、この 99,450 円当たったら、また次のレースを 99,400 円かけるのが、と、次のレースはもう 1.8 倍だとしたら、178,920 円。かけたら、4レース目は次178,900円をかけたら、次のレース 1.3 倍で232,570円で、次5レース目もこの23万をそのままかけていく。もうかけたくねえってなりそうだね。2570232525、 1.1 倍だとあんま増えないか。で、6レース目は2557、いや1レース25万とかかけないといけないの最後で、28万2812で、最後7レース目も全部かけていくと最後30万になる。これしかも副賞最低限のオッズ、最低のオッズでこれなので、もし明日7コロ成功したら元出がからプラス20万以上になるという、しかも7回叫べるという、もう最高ですね。なんですけど、ちょっとねレース感覚がね、結構4レース5レースとか詰まっているんで、7レースとかもね、ちょっとねこれがうまくできるかどうかっていうところが心配っちゃ心配なので、とりあえず一旦もう寝よう。めっちゃ疲れた。雪降った。雪？雪っぽいな。兵庫県上の方やばいな。いや、他の車とかもっとやばいわ。こんな降ってた。無事に車
ャワーというか先発コーナーというね、まあ、新しいジャンルのシャワーを浴びてきました。しかもここタダなんで、まあ、それが良かったですね。よし、じゃあ出発しよう。よし、今日も出勤っていうか、もう今日に関してはガチな出勤ですけど、いや競馬やってお金がもらえるってもう最高ですね。まあなんかね、僕はこのために東京からね、阪神まで、まあはるばるもう1週間かけて移動もしてきた、ね、で宿泊もねしてきたんですけど、この生活をしてるからか、なんかね、もう競馬の仕事でも、あのなんか鈴木さんはホテルいらないですよねみたいな、交通費とホテルはいらないですよねみたいなっていう感じになってるんで、まあ別にあの全然いいんですけどね。いやそれだけこの競馬ライフも浸透してきてんだなみたいな、みんなご存知なんですねみたいな感じで、まあありがたいんですけどね。いやまあ逆ですね、逆の発想で好きなことやってたら仕事になったと、まあ、交通費も何も出演料いただけるだけで奇跡ですからね。こんなの我流も極めれば一流になるというね。今回のね仕事の内容は中山グランドジャンプの前ですね、だから4月中旬ぐらいにグリーンチャンネルで放送される予定とのことなので、ぜひね、あの競馬専門チャンネルグリーンチャンネルをね見られる視聴環境の方はね、ぜひ障害レースの楽しさっていうのをね一緒に堪能できればと思います。なので今日は普通にちゃんとスーツじゃないといけないっていう。でいつもは駐車場が2000円取られるんですけど、まあ、今日に関しては仕事で行くということで無料で使わせていただけるということで、いやありがたいですね。駐車代が浮きました。よし、では一仕事してきます。行ってきます。そうですね、そうですね、あの変更したら計測を消して、一日仕事が無事に終わりました。単純に疲れた。あの結論から言うとですね、馬券勝負する余裕が全くなくて、ちょっと今日は剣でございます。いやマジでちょっと時間がなさすぎて、永遠に1日ずっと収録だったので、転がしがなんか多分全部当たってるような気がする。ちょっとまだ全部のレース映像すら見れてないんで、いやー転がしできてたらな、はい。今日はねちょっと馬主さんのお宅に今お邪魔してるということで、食事もなければ、金もなければ、家もなければ、まあ風呂もないんで、お風呂借りちゃいます。すいません。新しいな。ちょっと今からお風呂だけ借りてきます。新地に繰り出してきました。車上生活者とは思えないね、贅沢な食事をいただいてきました。どこ行っても紐生活をしていますね。とりあえずちょっと車までね戻って今日の競馬の復習、そして今日の競馬どうだったのかっていうのをちょっと見ていきたいと思います。全然競馬見れてない。ようやく今日一日が終わりました。今日はですね、なんと剣、はい、見送りですね。めちゃくちゃ昨日あんだけ予習して福コロをすると決めて、買い目まで決めていたんですけど、もう全く馬券を買う時間がなくてですね。でちょっとね、今日本当に今日のレース自体もまずね見ることができてなかったんで、実際福コロがこれ成功してたのかどうかっていうのをちょっとまずチェックしていきたいんですよね。まあ福コロなんで、まあほぼほぼ当たるんですけど、まず阪神2レースが、あー6番の福コロは、あ6番、はい、1着成功です。これが 1.1 番当てるだけでも6万9600円だった、76,560円、はい、ということで76560、まあちょっともうめんどくさいんでこのまんま行きましょう。波数本当はダメですけど、
で次が中京4レース7番どうなの。あ、栗のフィガロ、はい、ちゃんと1着になってるわ。でこれも 1.1 倍、はい、ニコロ成功してたと。で84,216円。阪神5レースは2着、はい、これも的中。3コロしかも 1.3 倍これついてますね。うわ、やったけよかったよ。もうこの時点10万超えてんじゃん。うわ、やば。福コロってこんなすげえの。 1.9 倍、あ、これも勝ちましたね。 1.1 倍かける1.1。おい、マジかよ。おい、マジかよ。これ結構やったけよかったんちゃう。もう12万じゃん。まだ5コロ目が中距7。これも 1.1 倍ついてるな。かける 1.1。すげえな。5コロ成功して132,471円。これも1着ですね。で、これも 1.1 倍。6コロ成功してんじゃん。すご。あとじゃあ最後。中距8が最後の予定だったんですけど、これは4番、名称クーガー。これも3着以内に入っていたら、あ、3着じゃん。ギリギリじゃん。これも 1.1 倍。ということで、7コロ成功してたの。最終的に16,290円になってたの。うわ、マジかよ。なので、うわ、今日ちゃんと福コロできてたら、プラス9万になってたんですね、これ。うわ、マジか。うわ、マジか。うわ、普通に今日テレビ出てる場合じゃなかったわ。うわ、マジか。うわ、マジか。ちゃんとここで買い目まで入れてたのにな。いやー、9万が。いやー、でもこの調子で予想は合ってたんで、いやー、やっぱ福コロすごいな。福コロで9万も増えんの。いや、すげえわ。ちょっと予想が合ってることは確認しました。いや、今日7個当たったのに対して明日はね、まあこの4つですね。まあただね、これ土曜ほどね結構自信がないというか、もう絶対これだろっていうのはもうこのロフティーイデアル、まあこれは硬いと思うんですけど、もう他はなんか、まあリスクはありそうだなっていう感じなんで、土曜日よりは自信ないんですよね。で、あんまレース数もないので、まああんまり増えないかなっていうとこで、ちょっと明日はあんまりなんか福コロがね、いける気がしないんですよね。福コロやーなー、あんだけ結局言っといてやんねえのかいっていう感じなんですけど、まあ、これはなんか勝負師としての勝負感ですね。明日ね、で勝負したいのが、まあこの4頭。で土日分の軍資金合わせて、まあ、13万14万ぐらい使わないといけないので、まあ、この4つにね、まあ、かけていこうかな。でプラスアルファちょっとね、このあとはこの帯チャレンジですねをやりつつ、まあ、皆さんのねコメント欄で合わせ帯でもいいんじゃないですかみたいな、まあ、4レースだったら25万とかねを4レース当てれば、まあ、100万になるじゃんみたいな、いきなり100万立発狙わなくていいじゃんっていうコメントとかもあって、まあ確かにそうだなと。まあ、各レースでまあ20万とか25万とか当てていくっていうのもまあありかなと思ってます。全部でまあ予算14万として、北さんで2万、あいくら余ってんの、5万6万5千円、あと8万ぐらい余ってんのか。うん、まあだからこれ8万だからこれ7万くらい使って、あとオビチャレで1万ぐらいか。いや、14万ぐらい使わないといけないのか、2日分なんで。ちょっと福頃はね、明日に関してはちょっと硬い馬があんまいなそうなんで、当日のね体重とかオッズを見て最終的には決めていこうかなと思います。ちょっと今日はもう体力の限界なので一旦寝ます。で残念ながら、うわー、もう今日、いやー、福頃で9万も増えたのか。いや、福頃の威力をちょっと思い知りましたね。いやー、とりあえず寝る。逆に本業というかちゃんとね引き受けた競馬の仕事、番組の仕事はちゃんと準備万端でこなせたんでね、まあそれはね、また新しい次の仕事につながるかもしれないんで、まあまあまあ、今日福頃できなかった分のね9万円のプラスね、本来得たであろうプラス9万円の機会損失は、まあ未来への投資ということにしておきましょう。まあ安いもんですわ。 GoPro 撮影、 GoPro 撮影、GoPro 撮影、 GoPro 撮影。疲労困憊でかなりちょっと体が重いので、まあ、そんな時のプラセントップ液、こちらね1本1000円するんですけど、もうめちゃくちゃ需要競争の効果がめっちゃ強くて、疲れた時はこれ飲んでます。なんでちょっと今日はねこれでドーピングしていきます。なんかね、やっぱ仕事が、何、人との仕事があると、普段ニートなんで目覚まし時計かけないで起きてるんでいいんですけど、人との約束というかね、時間のある仕事を受けると緊張して寝れなくてめっちゃ睡眠不足になるんですよね。
じゃとりあえずこれでエネルギーチャージです。これも概要欄に貼っておくんで、ぜひアフィリエイトにもご協力ください。いただきます。これマジでね、何、非科学的なことほぼ信じないんですけど、これはちゃんと目に見えないけど体に効果があることはね、なんか体で感じられますっていうぐらいだるさがなくなる。いや、プラセントップ液はちょっと高いけどおすすめです。あまり体調がよろしくないので、マジで目の覚めるような馬券を当てたい。今日の少数精鋭中山10レースですね。そこのノースザワールドっていうのが今20倍ついてたんですけど、久しぶりの 1600m なんで、いやそれがね覚醒するんじゃないかなと。よし、ではいい夢を。いやー、13万使わないといけないのか。13万使うのも大変だな。では一勝負していきます。こちらの駐車場、なんとですね、はい、同じ車があります。そんなことある？今日もですね、夢の2代目キャンピングカー資金作りやっていきたいと思います。いやー、金を増やすぞ。昨日一生懸命働いたお金もあるんや。よしよしよし、3件。よしよしよし、そのまんまでいい。そのまんまでいい。盛り合って。千之助。北さん。北さん。北さん。三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 。北さん。北さん。北さん。あー、北さん。北さん。北さん。北さん、残す。あー、なんと。嘘やろ。1、2、3なの。1、2、3、4、5、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、34、35、36、37、38、39、40、41、42、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、6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 8、59、60、61、62、63、64、65、
よ。クズ、大ペースになる。じゃあもう前潰れろ。じゃあ14頼む。14かかってんのか。よしよしよし、ペースを速そう。カズは頼む。よしよしよし、来てる。よし、カズを、カズを頼む。さ、差し決まれ。カズを、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 カズを頼む。カズを頼む。カズを、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 よし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 。この投票は購入できません。俺やって俺やって、いい感じいい感じ。いいぞ、やることはやってる。頼むぞ、もう20万欲しい。あるぞ、手応え抜群。頑張れ富田、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 させ富田、富田。
無事に出勤してまいりました。今日の結果はまた後ほどということで、今晩もですね、こちら兵庫県の、まあ、馬仲間の方がね、食事に誘っていただいたんで、腹減ったおい、これ、あ、競馬用食料、あ、助かる、助かります、いただきます、入れてきます。移動してたら遅くなった新年会です。それよりこっち、はい、競馬場行って、そしてご飯もごちそうになってきました。というわけで、毎回毎回ね、まあまたコメント欄でこれはね、怒られるんでしょうけど、なんかね、ありがたいことに、その土地土地に行ったらね、ご飯をね、ごちそうしてくれる方がね、いらっしゃるんですよ。僕の周りにはなぜか、その土地土地の美味しいものをいただいております。ありがとうございます。というわけでね、思う存分ね、その分競馬をね、全力投球できると。はい、今週の結果、もうなんかね、もうテンションで分かっちゃうよね。今週はですね、ちょっと土曜日が、ほんまに忙しくて、ちょっともう今も今日ももう眠すぎて、もう今すぐもう寝たいんですけど、まあ、テンションはちょっと高めと。今週は2日分競馬でね、一気に、軍資金をかけていきました。今日の競馬の結果はこちらですあー、結構いらっしゃるよ、ゆきちさん。ゆきちさんが結構いらっしゃる。今日は合計ぴったしですね、25万2000円になりましたと行きたいとこなんですけど、まあ、これがですね、結果的に 3.6 倍つきましたって喜んでる場合じゃないんですよ。最初はね、 3.6 倍から 5.7 倍って、はい、組み合わせとかによって、まあ、最低から最高までの通の幅があるんですよ。で、僕は 5.7 倍の上位まで行くと思って買ったんですよ。なんですけど、他に入ってきた上位のものが人気馬が来ちゃって、副賞配当が一番安い 3.6 倍になっちゃってるんですよ。これでもミスなんですよ、実質。なので副賞と同じ意味があるね。これはね、ここ競馬のね、めちゃくちゃマニアックな話をするとですね、副賞の 3.6 倍を買うのと、3連複総流し全頭買いをして資金配分する、まあ、合成オッズっていう判断があるんですけど、まあ、そのいい足なんですけど、オッズが買うということで、3連複総流しだった場合は大体平均 4.6 倍になっていたんですよ。なので、つまりそれを7万円資金配分していたら、大体だから、4.6 倍のかける7万なんで、大体32万とかになってるはずなんですよ、本当は。なので、これは副賞買うべきじゃなくて、3連複総流しを資金配分して買っていた方が得だったんですよ。だから25万円って言っても倍じゃないんですよ。これ32万円でした。つまり7万円の近い損したんですよ。なので、当たったとはいえ、これ馬券の買い方を変えていたら、もう7万上乗せすることができたんですよ。なので、これはね、ちょっと半分に失敗なんですよ、実際。なんだ、当たったら当たったで、さらにもっと儲けられたんじゃないかっていうね、謎の欲がね、出てくるっていう。もうこれがギャンブラーのね、もう差がなんでしょうがないんですけど。いやー、もう7万はかけたんじゃないか。あー、やっぱり昨日やってた方が良かった。いやー、昨日副賞転がしもやってたら、そうっすね、もう何万かプラスになってた。利益が生じられる中の一番低い利益になってしまった気がしますね。というわけでですね、まあそうは言ってもですね、夢の2代目キャンピングカー資金作り、はい、こちら競馬の当たったお金はね、もう全部貯金していくというルールで、現在の貯金額はこちらになりました。大台に乗って317万2460円でございます。なので夢の1000万に向けて、まあ、3分の1ぐらいまでは、まあ、コツコツと来たということで、いや、やっとね、ちょっとスタイルが、まあ、決まってきたかなと。まあやっぱ福頃でね、全然当たるってことが分かりましたね、今週。ちょっと馬券は買えなかったんですけど。で、福頃が、いや、行ける日は福頃して、で、今日みたいに、福賞転がしがあんまりできそうなレースがないな、という時は、なんだろう、合わせ帯作戦ですね。だ1レース20万ぐらいを狙ってって、それを5レースやると。で、5個全部当たったら100万みたいなね。買い方もいいかなと。一撃で100万狙うことも、まあ、コツコツはね、ちょいちょい、波数でやってるんですけど、まあ、それを望んでたらいつまで経ってもお金が減る一方だと。いうことに気づいたんで。いやー、こんな感じでね、ちょっと今後も、適度にね、やっぱ、多少なりともね、お金がちょっとね、掛け金が大きいんで、ちょっとでも増えるだけでもね、なんか得した気分になるんですよね。実質倍になっただけですからね。そんなに増えてはないんですけど、だこんな感じでコツコツ当てていけばいいんです。そうだ。今まで回収率何千パーセントを狙ってたからんで。いや、今週はだから、まあ、馬券もそこそこ当たってね、競馬のお仕事で、普通に出演料も、増えてですね。まあ、金が増えるだけでね、当然幸せですね。いやー、日曜日、やっと日曜日の夜になったんでね、お風呂入ってこようと思います。いやー、今週はね、もうサービスエリアでずっと生活してたんで、湯船に入ってないんですよ。なので、久しぶりの、湯船に使ってこようかなと。もう競馬やってるとね、もう競馬のことばっか考えてね、早く競馬やりたいってなってね、もう湯船にね、落ち着いて入れないんですよ。もう早く出て競馬やりたいってなっちゃうんで、病気なんですよ、もう。なので、もうね、もうベストというかね、もうできることはないので、今からじゃあ、ゆっくりお風呂入っていこうと思います。
や今週はマジで頑張った。そして名古屋からわざわざ阪神まで来た甲斐があった。アドレナリンで元気だけど実際めっちゃ眠いし、めっちゃ多分ちょ朝プラセントップ飲まなかったらもう体調崩してたんじゃないか。明日心配だわ。今は気張ってるから元気だけど。ではお風呂行ってきます。いやー今週は充実した1週間でした。ちょっともうなんかいろいろありすぎて自分でも1週間覚えてないわ。ちょっとまた動画で見て思い出そうっていうぐらい、いやー大変な1週間でした。ちょっとね来週はまだ名古屋にまた戻って競馬中京競馬場に行くか、まあ、兵庫県に滞在してね阪神競馬場に繰り出すかまだ決めてないという、本当に自由だからこその悩みというね。どの競馬場行こうかな。いやー今週はでもよかった。めっちゃ疲れた。なんかもう10時間寝れる気するわ車だけど。いや来週もキャンピングカーチャレンジ頑張るぞ。いやまた来週お会いしましょう。夢の2代目キャンピングカー競馬チャレンジが叶うその日まで、その集大成までご覧いただきたいので、チャンネル登録そして高評価ボタンよろしくお願いします。いや夢はまだまだこれからや。遊びながら放浪しながら車上生活をしながら一歩一歩夢には近づいてます。ではおやすみなさい。 GoPro 撮影